三島事件において、自衛官らの先導を試みる三島行きを。彼の試みは失敗した。先導とは、大衆の前で演説などをすることによって、人々の感情を高ぶらせ、意見を変更させたり、特定の行動を起こすように誘導することを言う。先導とも表記される。英語のアジテーションを略して、アジということもある。視覚よりも、聴覚を利用する方が、 効果的であるとされ、マスメディアを利用して、動画や音声を放送する手法が用いられる。似たような概念としては、教育及び宣伝が挙げられる。国によっては、先導を行うことそのものが、犯罪行為に該当する場合があり、ドイツには、民衆先導罪という罪が存在する。歴史上では、極めて大きな異質な団体などが出現したのは、一人の、 特質なカリスマ性を持った指導者が大衆を先導したことが最大の原因であったという例がしばしば存在する。また、ロシアの革命家、ウラジー・ミル・レーニンが表した、宣伝、先導という名前の書物がある。これだけでなく、社会主義国の指導政党には、宣伝先導局という部門がある。日本では、先導について、 他人に犯罪その他の違法行為をなさしめるよう刺激を与える行為と定義され、先導罪として以下のものが規定されている。強査犯に類似するが、非扇動者が決意を有するに至ったことを必要とせず、先導行為があれば、直ちに処罰可能な独立共犯である点で異なる。そのため、日本国憲法を第21条に規定された表現の自由と衝突する。 可能性もある。先導罪に関する判例としては、食料緊急措置令違反事件や破防法事件がある。ありがとうございます。